どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、かっけえデッキをね、かっこいいデッキを作ってきたんでご紹介していきましょう。光の援軍というライトロードのパーツが、まあ、新しいパックで追加されたわけなんですけども、光の援軍っていうのはですね、あの無限にデッキネタができるという話がございましてですね、今日はですね、光の援軍で何やっていくかっていうと、スクラップフィストをぶちかますっていう、デッキを作ってきました。これスクラップフィスト、あの前もね、ジャンクウォーリアーのデッキでやったかもしれないですけど、ジャンクウォーリアーのに効果を4つ付与するって、あ、5つか、1、2、3、4、5、5つ付与するっていう、マジでぶっ壊れカードなんですよ。全部乗せみたいな、だからもうチャーシューとメンマと海苔と温玉となんかあとなんだ、なんかそういう全部を乗せたあれなんですよ、あのカードなんですよ。これすごいんですよ。あのスクラップジャンクウォーリアーに、これ発動すると相手がまずダメージステップ終了時まで魔法トラップモンスターの効果を発動できませんよと、まあ、クリーボールとか投げることができませんよっていうこともあるし、攻撃反応系の罠使えないよと。で、対象のモンスターが守備表示モンスターを攻撃した場合貫通しますよと。で、相手が受ける戦闘ダメージが倍になりますよと、まあ、要するにあのカオスマックスみたいなもんですね。で、対象のモンスターが戦闘では破壊されませんよと。で、戦闘が相手モンスターをダメージステップ終了時に破壊しますよっていう効果なんですけども、このスクラップフィストをあのジャンクウォーリアーに打ちたいんだが、今まではそのなんかあの芽吹く、あの墓地より芽吹くものとかを使って、なんか全然優勢じゃ全然ない、あのなんかイザヨイアキとかいうなんかあの髪型があのインリンオブジョイトさんみたいになってるやつを使わなきゃいけなかったんですけども、この光の援軍によって何が起きるかっていうと、まずですね、あのお父さんを持ってこれます。でお父さんってレベル2なんですよ。だからジャンクウォーリアーで釣れますよと。でこのラッシュウォーリアーっていうそのウォーリアーモンスターシンクロモンスターがあの戦闘を行う場合、その手札から捨てると手札誘発でダメ捨てでなんかその倍にできるっていう攻撃力をっていうカードあるんだけども、これ隠された効果で墓地のこのカードを除外すると墓地のシンクロモンスターを回収できるよっていう効果を持ってるんで、この光の援軍で例えば、まあ、あのウォーリアーとあのジャンクシンクロンとかが落ちるとジャンクシンクロン回収できるんですよ。だからジャンクシンクロン実質サーチみたいなこともできるんですね、墓地を肥やせば。だから今回は、まあ、一応もちろんルミナスとアサシン入ってから7シンクロもできるんで、ブラロとかあのライトロードアークミカエルとかエヴァリーとかも出るんだけど、もちろん普通のライトロードみたいに出るんだけど、今日はそういうことじゃなくて、まあ、これもやるけどたまにはこれじゃなくて、光の援軍とかをゴリゴリ使って墓地肥やしてジャンクシンクロンでお父さんかなんか蘇生して、まあ、ラッシュウォーリアでもいいんだけど、これの2レベル2のモンスターを蘇生しまして3と2でシンクロして5を出して集いし、星がどうのこうのでシンクロ召喚してスクラップフィストを決めていくっていう、クソかっけえデッキ。これね、なんかねツイッターでレシピだけ最初に上げといたんですよ。なんか天才できてきたわっつって上げといたら、なんかこれで今のなんかその今のライディングデュエルのアクセラレーションのイベントやってるんですけど、ライディングデュエルのなんかエリート1っていう一番上の、まあ、要はイベントの中のデュエルキングみたいなところまで行ったらしいんですよ。だから結構いけます、いける多分、まあ、あれ広角ねえからさいけんだけど、割と、まあ、そこそこネタデッキにしては強いっていう結構というデッキになってますんで、早速ね全身全霊スクラップフィストを決めていきましょう。デュエルスタンバイ。さあ、お相手の方変態仮面さん、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。これほんま魔法の使いでどうなるんだろうな、マジで早めにちょっとあの修正内容を教えてくれ俺たちに。ちょっとマジで困ってる、デュエリスト全員困ってるぞ。でライトロード様のルミナスを墓地って、あーやばいね、めちゃくちゃ強いじゃん、その動きめっちゃ強いじゃん、ぶん回ってんね、ぶん回れすぎでは。でははエクレプスバイバーン、これどうやってさばき開始するんだろう。これも意外と知ってますね。これ3-4でシンクロして、あの知らないのモノノベをシンクロ召喚してエクレプスバイバーンを除外するとさばきの竜回収できるっていう、これ意外とあれ、あの知らない、誰も知らない、意外とね結構ね
使える、意外とルミナスとライデンでいけるっていうね。これちょっととりあえず援軍するか。ヒカの援軍の号がそうファクッと落として、あ、ジャンクシンクロン回収神だ、これは神、これは神ゲーで、ジャンクシンクロンをラッシュウォーリアの方か、どっちから除外し、ジャンクシンクロンを回収するぜ。そしてソーラーエクスチェンジ発動、ソーラーエクスチェンジの効果によってライドルハンターライカを墓地の奥に2ドロー、勝ったな。ジャンクシンクロンを召喚、ジャンクシンクロンの効果発動、そしてライドロードハンターお父さんを特殊召喚、そして俺はレベル2のライトロードハンターライコにレベル3ジャンクシンクロンをチューニング、セリフをオンにしていくぜ、一緒に戦おう宮下さん、急にセリフオン、集いし星が新たな力を呼び起こす光さす道となれ、シンクロ召喚いっけー、いくぞ宮下さん、あなたの魂のカードを今から僕はシンクロ召喚します。イデオジャンクウォーリアー、きたー、かっけー、宮下さんのボイスかっこよすぎー、おーふわジャンクウォーリアーの攻撃力は自分フィールドのレベル2以下のモンスターの攻撃力分アップする、なおパワーオブフェローズ、今レベル2以下のモンスターはいないぜ、手札よりジャンクウォーリアー1体を対象にこのカードを発動する、速攻魔法スクラップフィスト、うわー実況放棄、宮下さんの声を聞く放送スタート、そして好きだぞ、これが俺とカードとの絆だ、ジャンクウォーリアーの攻撃力を500アップ、バトル、ジャンクウォーリアーの攻撃スクラップフィスト、スクラップフィスト、自分ダメスティースか、うおートラやりました宮下さん、宮下さん、絆の力だ宮下さん、さあお相手の方、ショタですね、よろしくお願いします。デュエル3倍光の援軍の効果を発動、あーんとこれはどうせ捨てるから何でもよくて、こうしてあーライデンが分かったか、ちょっとミスった、まあ、いいや、ここでこの2ドローにかかってる、この2ドローにかかってる、あなるほどやべえちょっとミスった、ちょエクスチェンジゲーなんですけどね、まあ、一応コンボパーツ揃ったんで次の生きれば勝ちます、これ生きれば勝ち、生きれば勝ち、なんかちょっとなんか謎にミスったけど、ライデン、あ今ライデン持ってきてライデン捨てるが正解か、ライデン持ってきてライデン捨て、サモナーを引きに行く、もしくはまあライコを引きに行くが正解か、どっちかっていうと、ちょっとまあミスったか、まあいいや、生きろ生きろ、そなたは美しい、生きろで、モノノベいいだろ、モノノベモノノベで、お強いな、これはレベル上昇系か、これレベルコピーか、レベル上昇、なるほどレベル上昇 OK、 ホムラガミ4224上げてホムラガミ OK、 ホムラガミ OK、 これさ3500とさ2800だから、2800×2イコール5600引く、3500は、2100、あ勝ちだやばい、3500殴っても俺勝てんの天才じゃない、これこのデッキ3500立ってても勝ちってすごいな、3500だから5600だから3600までのモンスターだったら立ってていいんだ、でジャンクシンクロンの召喚、ジャンクシンクロンの効果発動、墓地に存在するラッシュウォーリアーを特殊召喚、そしてレベル2のラッシュウォーリアーにレベル3ジャンクシンクロンをチューニング、集いし星が新たな力を呼び起こす光り立つ道のれ、新規の召喚、いでよジャンクウォーリアー、そしてジャンクウォーリアーが特殊召喚に成功した場合効果発動、レベル2以下のどうたらこうたらそんなモンスターはいないかな、スクラップピストン発動、このターン貫通ダメージ、そして戦闘ダメージが倍、ラッシュウォーリアーの効果発動、墓地に存在する場合
ジャンクシンクロも回収できる。そして次ラストウォリアーズブーストバトル行くぞ。スクラップフィストダメージステップ、自分ダメしていいですか。スクラップフィスト破壊耐性草、破壊耐性は草、殺意高っこのデッキ。やっぱ援軍って強えな、援軍って強いわ。ソーラーエクスチェンジも強いけどね、ソーラーエクスチェンジも十分に強い、十二分に強い。まあ一応ライゴーか、ライゲン残しておいた方がいいね。なるほど。これはセットだな。で、ターン終了。まあ、雷光セットでお茶濁せるっていうのも、まあ、いいところですよね。このデッキ。まあ、雷光セットしてまあ、破壊耐性最近あるモンスターすげえ多いから、そういうの打ち出るほどじゃないのね。なんかさ、そういうのがすごい多いから、だからそれはそれで、雷光の方が死ぬっていうパターンはもちろんあるんで、ボルトヘッジョーク来た。やばい、マジモンの優勢だあ、マジモンの優勢だ。やばい、これアーチャーされたら死ぬぞ。アーチャーされたら死ぬ説。あ、死んだ。ちょっと本物の優勢さんじゃないですかそれ。え、レジェンドゲートレジェンドデュエリストレベル40の優勢ってこんな感じのムーブしてきますよねやばい、ちょっと本物に処される、本物に処されていく。しっかりと分からされていく。いでよジャック、あ、ちょムービー見るわ。かっけえ、これクソかっこいい。これ相手が出しても自分が出してもどっちでもかっこいいから、これクソかっこ、やばい。ジャンクウォリアー、この召喚ムービーの完成度はマジでえぐい。ウォリアーズブースター来た、ウォリアーズブースター来た。2800パッキー強っ。最高、ダマちゃん、ほんとどうもすいませんでした。